エルマーの冒険は1948年にアメリカで出版された児童文学作品である。著者はルース・スタイルス・ガネットで、差し絵はガネットの義理の母親ルース・クリスマンガネットによって描かれた。日本語版は渡辺茂雄によって訳された。1963年7月15日初版発行。NHK の幼児向けテレビ番組 人形劇で人形劇として放映され、この人形劇は同局のおとぎの部屋 NHK 教育テレビの子供人形劇場などでも再放送された。1997年にはエルマーの冒険として日本でアニメーション映画化された。関連商品として動物島をめぐって原作の動物に出会うまっすぐでカードを引きながら進み、竜を助けて上がりとなる。 エルマーの冒険すごろくもある。エルマーの冒険は、1946年、ルース・スタイルス・スガネットが22歳の時に、スキー場のロッジでアルバイトをしながら書いた、児童文学作品である。主人公のエルマー・エレベーターが、助けと野良猫の話に従って動物島に渡り、捕らえられていた竜の子供を助けるまでを書いた、作品である。現在は、お父さんの竜。 1951年に、エルマーと16匹の竜が出版された。枯れ木町に住む9歳の少年、エルマーは、助けた野良猫から動物島に囚われている、かわいそうな竜の子供の話を聞いた。竜は首を綱で繋がれて川を渡るのに使われていると、言う。エルマーは竜を助けに、貨物船の荷物に紛れてかん島に渡り、隣の動物島に入ったが、侵入者として追われる身に、 しかし、エルマーは、持ってきた、様々な道具とアイデアを用いて、猛獣たちをごまかしながら、竜の元へとたどり着き、ついには綱を切って、竜の背中に乗り、逃げることに成功した。動物島を脱出した竜とエルマーは、ミカン島から枯れ木、町へ向かった。嵐に遭遇して、浅瀬の砂地に不時着することになったが、幸いなことに近くにカナリアばかりが住む、カナリア島があった。 エルマーは、昔、家で飼っていたカナリアのフルートと再会し、カナリアの王、カン十一世を紹介された。先祖のカンカズヨは人間に連れて来られたが、その人間たちは、将来、島に戻ってきた時のためにと、木を植えたり畑を作ったり、宝箱を埋めたりして去った。宝箱については、王様だけが代々語り継いでいた。代々の王様は、中身が気になり、 知りたがり病に侵されていた。王様が何を知りたがっているのか気になって、島中のカナリアが知りたがり病になっていた。関十一世は決着をつけようと、エルマーたちに宝箱の秘密を教え、掘り出してもらうことにした。関十一世から渡された鍵で開けると、中から食器セットや金の時計、純銀のハーモニカ金貨六袋等が出てきた。 カナリアには使いようのないものだらけだったが、関十一世は金貨を見て溜め込めば、金持ちになれると喜んだ。エルマーとリュウは、金貨やハーモニカ、金の時計をお土産に受け取り、枯れ木、町へと向かった。リュウが人間たちに見つかって、騒ぎにならないように注意しながら、エルマーは家の近くに降ろしてもらう。家に帰った日は、エルマーの父の誕生日であり。 エルマーは帰宅を喜ぶ両親を前にプレゼントとして、カナリア島でもらったお土産を父に渡し、ハーモニカを吹くのだった。エルマーと別れた竜は、家族のいる空色高原に向かった。人間に見つからないように夜に移動し、昼間は橋の下に隠れようとしたが、体を隠せる橋がなかなか見つからず、大きな土管を見つけて眠った。途中で走っているところを、百姓のワゴンに見られてしまい、 追われることとなったが、ワゴンの牛たちが助けてくれた。トンガリ山脈を越えてゴビゴビ砂漠に入ると、いつも人間たちを阻んでいた砂嵐がなく、空色高原が丸裸になっていた。竜は空色高原の岩山の上に人間たちを見つけて近寄り、その会話を盗み聞きした。そこで竜は人間たちが十五匹の竜の寝込みを襲って、ホラー穴に追い込んだことを知った。 入り口では人間たちが大きな網を張って、竜たちが飛び出してくるのを待ち構えていた。入り口と反対側の小さな穴から潜り込んだ竜は、途中で疲れて進めなくなるが、両親と姉妹6匹、兄弟7匹すべてに、助けを呼んでくるまでじっと待つように伝えた。家族は竜のことをボリスと呼んだ。エルマーに助けを求めに引き返したボリスは、また人間たちに見つかりながらも、 エルマーの家の近くの緑公園まで飛んで行ったところ、猫に発見され、エルマーに知らせが届いた。ボリスと猫とエルマーで作戦会議をした後、エルマーは道具を買い集め、ボリスに乗って空色高原を目指した。ホラーなの小さな穴に着くと、エルマーはボリスと家族の間を往復して準備を進めた。ボリスが聞いた人間たちの会話に出てきた名前を、 叫びながら、エルマーは、運動会用のピストルを撃ち、ホラー穴の内側から人間たちに助けを求めた。ホラー穴の外の人間たちは、仲間が竜に捕まったと勘違いし、助けに応じて、網を押さえていた大石を動かし、網をどけ始めた。三発目の銃声を合図に、ボリスは、笛とラッパを鳴らして、外を走り回り、さらに十五匹の竜も呼うして、 笛とラッパを吹き始め、こだまする大音響で人間たちを驚かし、開いた網の隙間から逃げることに成功した。ボリスがエルマーを連れ帰る途中、砂漠に砂嵐が戻ってきそうな気配がした。砂嵐があれば、もはや人間たちは空色高原には止まれない。ボリスは若身長期念頭の上にエルマーを下ろし、共に別れを惜しんだ。エルマーは安全のために竜について、 猫以外には誰にも話さないことを約束した。エルマーが汽車で枯れ木町まで帰った翌日、新聞に竜の目撃談がたくさん掲載された。竜に子供が乗っていたという話もあったため、父親はエルマーが関係してないか聞いたが、エルマーはそんなバカな話、本気にしてるのと笑うばかりであった。エルマーの冒険というタイトルで1997年7月5日に公開。 カラー作品で98分。ありがとうございます。